はい、どうもこんにちは、カンタです。今日はですね、特訓の仕方について話していきたいと思います。まあ、特訓の素材ってどういう組み合わせすればいいのって思う方がね、たくさんいると思います。そういう方向けにね、今日は解説していけたらいいなと思います。で、まあ特訓の素材の組み合わせについて結論だけ先に言ってしまうと、まあ、特訓レベルが少ないうち、目安としては特訓レベル5までは、特訓でのね、1人選択あたりのね、コインの消費量が比較的少ないので、A のレベルマックスと B×8 枚っていう組み合わせでやるといいと思います。で、それ以降、まあ、特訓レベル6以降は、A のレベルマックスと A の特訓コーチと B2 枚っていう組み合わせでね、やるのがいいと思います。もしくは S 特訓コーチ ×2 っていう組み合わせでもね、いいかと思います。で、まあ、ここで実際にやってみるんですけど、まあ、例えばこの特訓1の阿部選手、まあ、例えば内川選手選ぶと、まあ、1人選択あたりのコイン200コインなので、まあ、そこまで痛くないのでガーって選んでいって、普通に B8 枚でいらない A を1枚選ぶと、まあ、上井選手いらなくないですけど、これは仮でね、いらないって形で、で A1 枚と B8 枚で合計1800コインかかるんですよ。で、それと同じようなことを、この例えば特訓レベル7の梶谷選手にやると、まあ、1人選択あたりのコインが1000コインかかって、さっきの5倍なんですよ。これガーってやっていくと、同じようにやっていくと、もう9000コインもかかっちゃうんですね。まあ、特訓1回に9000コインかかるのはちょっとね、さすがにね、コインガンガンなくなっちゃうんで、だから特訓レベル6以降は普通に B2 枚と A 特訓コーチとで A1 枚で、これ4000コインでさっきの半分以下に抑えられてますよね。まあ、こういう形がね、一番いい形なんじゃないかなって思います。で、そうですね。あと、よくありがちなミスとして、A のレベルマックスと A のレベル1と B2 枚って特訓やってしまう人がいるんですけど、まあ、A のレベル1でやってしまったら、まあ、特訓成功率 30% になってしまうので、まあ、A の価値がね、半減してしまいます。なので、A は焦らず育って、絶対レベルマックスにしてから特訓の素材として使ってください。それとね、たまに A はミキサーに回して B をレベルマックスにして特訓に回すっていうね、人とかもいるんですけど、まあ絶対にそれはね、やめてください。まあ、B をレベルマックスにして特訓に回すっていうこと自体はありなんですけど、まあそれは A の育成が終わっている人の話であって、基本的にね、 A のレベルマックスを特訓に回した方が効率がいいですし、まあ、A の所持枚数でね、将来の強さが決まるこのゲームにおいて、まあ、ミキサーでね、 A を減らす行為は致命的で、まあ、一番やってはいけないことです。まあ、課金者の方は別として、無課金の方は絶対にやってはいけない行為です。なので、まあ、いらない A を特訓に使っても、まだいらない A が余るから、まあ、ミキサーするっていう人は、多分そのいらない A の基準が絶対に甘いはずです。なので、今いらなくても、その選手がね、1年後とかに実際に活躍して能力上がるっていうこともね、結構よくあるので、よくね、選手を見直してみてください。まあ、A はね、たくさん持つに越したことはないので、困ったら取っときましょう。で、あと特訓のタイミングについてなんですけど、これはまあ特訓に 1.5 倍の時にやるに越したことはないですが、まあなかなか来ないので、特訓はしたい時にすればね、いいと思います。自分はね、ちなみにずっとそういう形でやってますけど、全然特訓の方は間に合ってます。で、あと特殊能力についてなんですけど、まあ、こちらは上げるのにね、コインがね、めちゃめちゃ必要っていう風になってくるので、こちらは極力コイン半減を待ってください。で、あと、そうですね。で、あと、特訓に使う A の基準ですね。まあ、いらない A の基準、どういうなのっていう方たくさんいると思うので、まあ、参考までに自分がね、いつもいらないって判断してる A のね、基準をね、紹介したいと思います。まあ、あくまでね、チーム状況とかによって違ってくると思うので、参考としてね、捉えてください。で、まあ、基準の一つ目の条件は、走力型で称号でもミート型パワー型にできない選手で、2つ目の条件として、球種の数が少ないかつ称号でも A 能力同値が狙えない選手で、すでに自分が5枚持っているっていう選手で、3つ目の条件はミート型パワー型だが、称号で同値も A 能力も狙えない選手で、すでに5枚持ってる選手で、4つ目の条件はシルエット化が確定している選手です。まあ、この条件の中でもね、若い選手でこれから成長が見込めるっていう選手は取っといた方がいいと思います。まあ、特訓に使う A に関しては、それぞれの戦力に合った線引きがあると思うので、あくまで参考として捉えてください。まあ、例えば特訓間に合うだけの A がないって人は、
2つ目の条件、3つ目の条件なんかは5枚、まあすでに自分が5枚持ってなくても使うっていったね判断になったりすると思うので、まあそこら辺はね柔軟に対応してください。でそういうことをねケチケチね A ランクを貯め続けた結果、まあねこういう感じでねガーって選手枠がいっぱいで、まあこの下もねずっとガーって A ランクレベルマックスが大量にあって、選手量もね全員 A のレベルマックス埋まってるんですけど、まあそういうことすると結構選手枠とか埋まってきてね、まあ今は選手量の枠が最近100追加されたので余裕できたんですけど、まあ絶対ねパンパンで足りなくなるんですよ。ね、この前まで選手枠500、選手量200で全然足りなかったんですけど、まあそういう時はね、あの今後使う確率あるなって選手とかも適当にね、もったいないとか思わずに、とりあえずね S ランクに A ランクをねぶち込んどけばね、まあとりあえずそれでもね限界突破回数は引き継がれるので、まあ極みにしなくても調合でねやっとけばとりあえずはいいと思います。まあなのでね自分こんな感じでね調合調4の選手がねガーっているっていう感じですかね。まあこうすると結構特訓のね、あの特訓が引き継がれないので適当に調合とか作ってると、なのでそういうところはあのこの前あった、そうですね、プロスピキャラバンとかをたくさん走ると B 契約書とか A 契約書とかたくさん手に入るので、そういうところでねまあどんどん補っていくっていう形になってくると思います。だから究極の目標、選手ボックスの目標としてはこういう形をね皆さん目指してください。でまあとにかく今日も言いたいことはもう本当にしつこいですけど、もう A をとにかく貯めましょう。もうそうですね、今魅力を感じなくても A を貯めることが本当に強くなることの近道です。まあね、あとまあ A のミキサーは絶対しないっていうことをね覚えて今日は帰ってくれるととても嬉しいです。ということでまあこの情報がね少しでも役に立ったならとても嬉しいです。はい、ということでリアップ目の解説していきたいと思います。先発は西口さんですね。西口さんは最初、まあ、相手の方の打率が低いときはもうストライクでこのちっちゃい方のスライダーをね意識づけさせるのがいいと思います。まあ、これはねスライダーカットにも言えることでね、カットボールもあるぞ、ストライクゾーン入れるぞっていうことをね初球に意識づけさせると結構いいと思います。打率高い方とかだと一発で見分けてねカーンって打ってくるのでまた配球はちょっと違ってくるんですけど、まあ、打率低めの方に対してはそれでいい、この配球でいいと思います。まあ、初球まあボールで外れてましたけど、まあ、そこら辺はねコントロールの問題なんで気にしなくて大丈夫です。でそうやってちっちゃい方を意識させてると今みたいにねボンダーしてくれるので結構ねいいと思います。そうですね、このちっちゃいスライダーと大きいスライダー両方あるぞっていうのをね最初に意識づけさせるのがいいと思います。そしたらねあとは内側外側にねこうやって投げ分けて錯覚させていく行けばいいと思います。打ちました。はい、ということでバッティングの方ですね、相手の先発は藤波さんの強いやつですね。まあ、藤波さんはまあ基本ストレート、ツーシーム、フォークの組み立てなんで、まあストレートとツーシームのタイミングに合わせて待つって感じでいいと思います。でまあそうですね、ストレートとツーシームに合わせると。で最近感度のことを聞かれることが多いんですけど、自分は感度は0でやってます。0でもねランク戦ならとても普通にね間に合うので、まあ、皆さんねあの感度は本当にね自分に合った感度があると思うので、あのいろいろ試した方がいいと思います。まあ、大会の表示とかだと感度0だとちょっと厳しいっていう部分があるんですけど、ランク戦ならね本当に全然0でも間に合うので皆さん一回試してみてください。でまあ今の打ち損じ方はまあ一番悪い例で、もうストレートと通信は絶対捉えると。まあね、まあ、今相手さんがね投げた高さも非常にいいんですけど、まあ、あの中途半端な高さのところはねフォークと錯覚しやすいんで、まあ、ピッチャーになった時はあそこの高さに投げるのがいいと思います。3球目は何で来るか。でまあ打ち方として、まあストレートとツーシーム待つって言ったんですけど、じゃあそのストレートとツーシームどっち待てばいいんだっていう人とか出てくると思うんですけど、ストレートとツーシームはまとめて待ちます。あのそうですね、フォークはもう追い込まれるまでは別に見逃しっていう感じでいいんですけど、ストレートとツーシームはもう速い球っていう一括りで待っちゃいます。
一回カーソルを合わせるっていうことをね頭から消して、まあ、今のとかフォークなんですけど、適当にそこら辺に来るだろうっていうカーソルをね適当に置いて、でもタイミングさえ合ってれば多少カーソルずれててもヒットになるような仕様になってるんですよ。まあ、多少はねなんかカーソルがロックオンみたいなのかかってるみたいな感じになってるので、なのでカーソルを合わせに行くっていうよりはタイミング重視っていう感じでねいいと思います。多分ツーシームとか未だに打てないっていう方はね、カーソルが合ってないっていうよりはタイミングの問題の方が大きいと思います。なのでまあそうですね、絶対つまらないようなタイミングで振るっていうのはね結構重要になってくると思います。でまあ今のがまあ一番悪い例なんですけど、まあ、ちょっとでもね頭にフォークっていうね頭があるとああいう風になっちゃうんで、もう本当どんなカウントでももう基本はストレート中心も絶対打ち損じないことですね。カーソルは大体でいいんで、絶対ストレート通信にはつまらないと。まあ、ピッチャーによって違うんですけど、まあ、藤波さんの場合はそうですね。まあそうですね、今のとかも待ってると手出したくなるんですけど、待ってる球種でもああいう微妙なボール球はね、まあ、ポテンヒットになるかもしれないんですけど、ああいうのはね手出さないということをね積み重ねていくと結構打率とかもね上がっていくと思います。で代打糸井さんと、まあ、タイミングあったらね打つっていうね基本の形は変えずにねいけばねどのピッチャーにもそういう形がいいと思います。ということで次回の動画もね見てくれるととても嬉しいです。